久保さん、山本太郎さん、続きますね。今回ね、あの、なんか、ちょっと、あの、なんだ、車の話が、EV の話がちょっと出てたんで、6日か7日前、結構、こ、今月かなあのね、僕びっくりしたんですけど、エネオスがね、あの、合成燃料っていうのを開発したんですよ。まあ、まだね、なんか、リッターあたり700円ぐらいっぽいんですけど、 これ、あの、何も出ないっていうね。なんかも、元に、なんか、仕組み、詳しくはないですけど、なんだ、ガソリンをつ、車を動かす、今までは石油だったけど、もうその、それを自ら作っちゃうみたいな。なんか <laughs>。で、それで普通の、これ、ね、普通の車にその燃料を入れて走るっていうね。で、これトヨタが、実際にその、 えあエンゼルスが開発したその合成燃料を入れてトヨタの車を走らせるみたいなねで走ってるんですよこれねすごいっすねだから EV ってその電池の問題ですよね充電する、まあ、急速充電とかもありますけどもやっぱりその何,何十分何時間かかるわけですよで燃料入れれば、まあ、すぐ走るっていうで今の今の車で代用が効くっていう この、すごいっすね、これ。これはもうなんか、今までのガソリン車にはガソリンを入れないといけないっていう、この固定概念ですよね。これを崩したっていう <laughs>。ガソリン車にはガソリンを入れないと走らないっていう、なんか、もうそのものをガソリン車じゃなくて EV ですよね。EV とか、その、まあトヨタも開発してますけど、水素エンジンみたいな、とか、 そうなんだけど燃料,そのものも燃料そのものをクリーン化すればいいんじゃないかみたいなね <laughs> これなんかこれエネオスがまあ言ってましたけど開発した人がね、まあ、そのコスあの作るコストがすげえまだたか高いから国がバックアップしてくれればこう広められることはできるんじゃないかなっていうただあとはこの合成燃料を作る時の CO2 ですよね あとそこが課題みたいなことをなんか言ってましたけどいやすごいですよだからもう今のガソリン車走るかっていうのがねだから買い替える必要がないっていうねうんだからその EV も出てきてまだ時代が浅いと思うんで EV も出てきて2 3 0年40年50年経ったらその電池をこう 全特解しないといけないっていう問題がどん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 出てくるんじゃないですか。うん。これはすごいですよ。<laughs> びっくりしたんですけど。うん。はい。まあ時代はどんどん変わりますね。いってらっしゃい。